Hey y'all, Marcus Moore here. I'm going to do some more Romance Saga 2. So, Romance Saga 2, Revenge of the Seven. できたか。 私が守る。私がすべきことは。 大丈夫か？ありがとう。無理はするな。助かります。 助かったわ。いや。私が倒れるわけには。私に任せて。まだ乗れる。助かる。死ぬ。
I was very close. I was this close. まだいけるか。ありがとう。 私が守る。すまない。行くぞ。 助けます。すまない。私に任せて。 大丈夫か？助かる。 任せてくれ。 私だってやれる。
やれ。助かる。何か様子がおかしい。
ってやれる。ありがとう。私がすべきことは、助けます。ありがとう。行くぞ。狙った獲物は逃さないわ。これで頑張って。助かる。大丈夫か？助かる。まだやれる。助かります。策を取ったわね。まだいけるか。ありがとう。今私の番だ。Yes! これはたまらん。本気を出さねばなるまい。死ぬ。皇帝の死を見れば誰もが俺の力を恐怖し、
従する。城はその後もらい受けるとしよう。ここにおります。いけません。安静にしていなければ。エラール。お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦わねばならん。うん。はい。だが、メロメロ。今のお前では勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。しかし、父上の力を受け継ぐとは、一体…魔導士は、伝承法というものを教えてくれた。伝えるものと受け継ぐものに、強い意志があれば、志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出任せかもしれん。しかし、お前とこの国が生き延びていくには、この方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技、ソウルスティールは見切った。この見切り、お前に伝えよう。父上、まさかそのためにクジンシーと戦ったのですか？あのメギツネメが、父上をそそのかして。ジェラール。今は国家の、いや、世界の存亡にも関わる大事だ。私のことなど取るに足らん。しかし父上、そのようないかがわしい術を私は聞いたことがありません。私も初めは疑った。だがその後、女の言葉は現実となった。クジンシーはビクトールを手にかけ、今、帝国をも我が物にしようとしている。伝説では七英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あのクジンシーには世界を救う気などないようだ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎぬのか、どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならんのだ。奴らが、クジンシーのように残忍な奴ばかりだとすれば、七英雄を倒さん限り、世界の統一も、人々の平穏な暮らしもない。お前は、自らの人生を捨てて戦う決意はあるか？よし、長く苦しい戦いになるだろう。だが、その決意がある者に力を受け継いでいくのだ。ジェラール、私の魂は常にお前と共にあるぞ。さらば。父上。
地が奮い立つようなこの力、次々に蘇る歴戦の記憶、これは父上の。ジェラール様、陛下のご容体は。父上は旅立たれた。なんということだ、ビクトール様に続いて陛下までもが。帝国は、アバロンはどうなるのだ。大変です、ゴブリンが攻めてきました。方につけ込んできよったか。父上、守りください。長きにわたる帝国の歴史の中でもこれほどの窮地に立たされたことはあるまい。もはやこれまでか。落ち着け。状況を伝えよ。モンスターの数は城壁が破られるほどか。いいえ、今はまだ町で暴れ回り、略奪を重ねている程度です。ならば、すぐに打って出るぞ。多勢で押し寄せるより前に、モンスターを消滅するのだ。ジェラール様、無茶をなさらないでください。せめてえりすぐりのものをお連れになって。さあ、ヘクターはどこだ。ジェラール様にご同行するのだ。お断りだ。俺たちは傭兵だ。自分が信じる将にのみ命を預ける。俺まで帝国のために働いていたのはレオン様がいたからだ。ジェラール様なんかについていく理由はないね。ジェラール様が皇帝じゃ、この国もどうなることやら。貴様、ジェラール様に向かって何という口を。許さんぞ。せ、分かった。ヘクターの言うことももっともだ。他の者と行こう。ジェラール様自らが兵を挙げられるのだ。さあ、声高く時の声を上げよ。ジェラール様の皇帝陛下の子羊、子羊。私の番だな。我ら帝国は決して屈しない。
づかれていないようね。この調子で進もう。蹴散らしてみせる。負けるわけにはいかないのよ。終わらせましょう。黒部なら負けんぞ。ここは慎重に行こう。任せてくれ。そんな甘いな。私の番だ。いいぞ。私の番だ。我ら帝国は決して屈しない。うん。頭を上げろ、ヘクター。俺はジェラール様の力を見くびっていました。勇猛なレオン様の血を継ぎながら、どこか気が弱そうで頼りなく見えるジェラール様を軽んじていた。分かっている。今さら許しを得ようとは思いません。あんな暴言を吐いたからには、どんな処分でも受ける覚悟です。気にしなくていい。私自身も自分の力に驚いているのだ。私にはやるべきことがある。成し遂げるにはお前の力が必要だ。私に力を貸してくれ。はい。さあ、頼りにしているぞ。早速ですが、陛下。石膏の陛下。町を襲ったゴブリンの住処を突き止めたようです。死にあるゴブリンの巣窟に出向き、奴らを討伐しますか。あるいは総門に行き、クジンシーを討ち取りますか。総門攻略の前に後方の安全を確保する。
ゴリン倒滅おめでとうございます。いつぞやの分をわきまえぬ無礼な言葉申し訳ありませんでした。陛下の勇士レオン陛下もビクトール様もさぞお喜びになっていることでしょう。私にはやるべきことがある。成し遂げるにはお前の力が必要だ。私に力を貸してくれアンドロマ家。もちろんです。頼りにしているぞ。I'm gonna go ahead and leave the episode on that. I hope y'all enjoy it. Like and subscribe. Bye bye. Thanks for watching. I'll do this next mission on the next part. Alright, y'all. Bye bye.